野代丸は、かつて日本郵船が所有し運航していた、貨物船。太平洋戦争中は、特設巡洋艦、特設運送船として運用された。野代丸は、日本郵船のニューヨーク航路改善のために、投入された、N 型貨物船の4番船として、三菱長崎造船所で1933年12月7日に、飛行し1934年6月28日に、 浸水、11月30日に竣工した。日本郵船は N 型貨物船の建造に際して第一次船舶、改善助成施設を活用し、野代丸の見合い解体船として、実車持ち船の中から、日本最初の1万トン超過客船の一隻である、天陽丸を充当した。12月下旬から、ニューヨーク航路に就航し、王光では、ギートや雑貨、 フィリピン産のマンガン鉱などを積み取り、気候では、鉱材や綿などを積み込んで、横浜とニューヨークの間を28日間で走破した。しかし、1939年の第二次、世界大戦勃発など世界情勢の変化により、遠用航路は徐々に縮小されていった。1941年5月1日、野白丸は日本海軍に徴用され、ついで7月1日付で、 特設水上規模艦として入籍、横須賀守府籍となる。ところがこの時点で、日本水産所有で同盟の216トンのトロール船が日本海軍に特設総海艇として徴用され、在籍していたため、後に入籍した、野代丸は7月10日付で便宜上、海軍内部でのみ、野代川丸と呼称されることとなった。7月1日から8月19日まで、 横須賀海軍交渉で偽装工事が行われたが、特設水上規模艦として使用されることがないまま8月20日付で除籍され、9月20日に特設巡洋艦として入籍。この入籍を機に、トロール船の方は第2号の白丸と呼称されるようになった。工事竣工後は、横須賀警備船隊の機関を務め、1942年4月10日からは、 新編成の第二海上護衛隊に属して輸送船護衛に従事する。5月20日以降には次の船の護衛を行った。野代丸が特設巡洋艦として行動した期間は短く、8月5日付で特設運送船に類別変更された。また、同日第二海上護衛隊から除かれている。8月9日から12日にかけて野代丸は、 横須賀鎮守府大後特別陸戦隊のラバウル方面への派遣隊のトラックからラバウルへの輸送を行った。10月19日から10月24日まで横須賀海軍交渉で特設運送船としての偽装工事を実施した。特設運送船となった野代丸はラバウル停泊中の1943年1月16日には空襲を受け4番戦争に命中弾があり、 損傷する。応急修理の後、1月下旬から2月にかけては、ショートランドあるいは、コロンバンガラ島への輸送に任じ任務を終えて、ラバウルに帰島後、3月12日に、トラックに向けて出港する。しかし、翌3月13日午後に、南易00度10分統計151度06分、南医0.167度統計151.100度、 マイナス0.167151.100の地点を航行中、アメリカの潜水艦グレーバックに発見された。グレーバックは魚雷を4本発射し、1本が船首を、かすめ他の3本のうち1本が、右玄5番戦争付近に命中して損傷した。トラックでの応急修理の後、サイパントを経て6月19日に横須賀に帰島し、7月21日まで本修理が行われた。 この後1年近くの動向はほとんど不明だが、1944年に入って南方に進出し、防気サイトを搭載の上日62戦団に加入。5月23日に湘南を出港し、マニラを経て6月8日に6連に到着した。三菱横浜造船所で修理のほか、機銃の装備や逆端の装備が行われ、修理完了後は文字に開港され、 日71戦団に加入する。8月10日、日71戦団は、イマリ湾を出港し、マコを経て、南に下る。しかし、8月18日夜から8月19日未明に、かけて3隻のアメリカ潜水艦、ブルーフィッシュ、ラッシャー、スペードフィッシュの攻撃に相損害を出した。ラッシャーが、最初の攻撃で空母を高を撃沈し、続く2度目と3度目の攻撃で、 海軍徴用船、三角余るお撃沈、のしろ丸は警戒を厳重にしていたが、北緯十八度十分、東計百十九度五十五分、北緯八点一六七度、計百十九点九一七度、十八点一六七百十九点九一七の地点に至ったところでラッシャーの四度目と五度目の攻撃を受けてしまう。ラッシャーは魚雷を計六本発射し、そのうちの一本が、 シロマ丸の2番戦争左限側に命中。相前後して海軍徴用戦アワマルの船首にも1本が命中し、共に陸岸に近接してマニラに向かった。損傷により4ノットから5ノット程度の速力しか出せなくなった。シロマ丸はルソン島沿岸の白地に立ち寄りながら南下を続け、8月24日にマニラに到着した。 マニラに到着後、野城丸は応急修理を行い、9月17日頃にはおおむね完成して日本本土行きの船団を待っている状況だった。ところが9月21日、アメリカの第38任務部隊からの関西機軍がマニラを空襲し、野城丸の環境付近に資金団を環境部に命中団を与えた。まもなく別の一団が探偵看板を貫通して、 機関室で爆発し、火災が発生した。火災は弾薬や油類のある区画に広がり、ここに至って総員体制が例されて、乗組員が脱出した後、夜に入って大爆発が起こった。火災は9月22日、23日と続いて、船体中央部をほぼ全焼して、船体外反も甚だしく損傷。9月24日に水深12メートルの海底へ。 完備から沈没していった。沈没地点は、マニラ港南防波、堤南東大の188度1800メートル、北緯14度33分零1秒、統計120度57分零5秒、北緯14.55028度、統計百120.95139度、14.55028、120.95139の地点と記録されている。 野代丸は11月10日に除籍及び開良された。建造中の1934年4月11日、名称を三菱重工業長崎造船所に変更。例えば、優先線事情 P898 では、昭和18年7月21日の修理完了から、非71船団加入に至るまでの動向については、全く書かれていない。ありがとうございます。